どうも皆さんこんばんは、カシオペアです。今日は我々のデビュー、20周年記念、コンサートたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、いろんなことが起こります。あまりいろんなことを考えすぎたために会場時間が遅れて大変申し訳ございませんでした。ついさっきまでいろんな練習をして、ある時は自分自身もものすごく新鮮になりまして、おーおーおおとか言いながら、うんうんうんとか、そういった多分うなずきもたくさんお客様の中から出るような曲もたくさん今日はご用意いたしまして、また、私事でございますが、本日のこの日にちなんで少しキーボードの色使いを変えまして、これ大変私事でございますが、私自身これ山手線カラーと呼んでおります。ラインが緑色の、よく近く見るとここにクハ20426って書いてあるんですけど、これあまり楽器とは関係ございません、この山手線カラー、ちょっと眩しくて自分自身感動してるわけでございません、最後にお送りしたナンバーも寝台特急カシオペアが勝手に我々のバンドの名前を使った腹いせに書いたことでございます。それはいいと思いますね。ということで今日はまさに何と言ったらいいでしょうか、一種のお祭りフェス。こういった屋外見てますと、つい最近うちの息子が参加しました高校生クイズを思い出してしまいます。燃えてるかいというような感じのやり取りがあったような気がしますが、今日は本当にいろんなことをやってみたいと思います。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。私も、カシオペアと一緒に、当たり前ですよね、メンバーですから、ずっと今日まで来まして、いろんなことを経験しました。外国で楽器がない中演奏する、現地で楽器を借りながら演奏する、ドラムスの神保君のスタンドがないから地べたに並べて和楽器として演奏しようかと思ったこともありました。いろんな苦労がありましたが、今日これから皆様方にお届けする苦労という意味でございません、それまでのタフさ加減といったらよろしいでしょうか。演奏する我々もそうですが、聴いてる皆さんも大変だと思います。我々が本日20周年を記念して、まさにこの東京の中心地のこの屋根のない世界に放とうとしているもの、それはおなじみのメドレーでございます。これだけ前説が長くなるということはいかに中身が濃いかお分かりいただけると思いますが、簡単なヒントをお話しさせていただきます。デビュー20周年を記念して20年間を振り返るという、それもカシオペアのリーダー野呂一生が渾身を込めて選んできた素材、食材と申したらよろしいでしょうか。昨年の98年から始まりまして、1979年までずら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 和洋中華接近しながらですね、はもう本当にいろいろな味付けのナンバーが続くメドレーを、それではここでお送りいたしたいと思います。おトイレに行けなかった方ごめんなさい、本当にごめんなさい。今のしゃべりの間に行っていただきたかったですね。これは我々ももちろんステージ上の人間はいけません。もうあとは最終的にはもう本当に大人用おむつしかなくなってしまいますけれども、それではお送りいたしましょう。カシオペア20周年記念メドレー、別名タイトルがついています、フラッシュバックメドレー。1曲目はこの曲からです。
どうもありがとうございます。20曲、約2分ずつですから40分ご清聴ありがとうございました。まあ、最初の7、8曲は、お気になられた方、最近お気になられた方もいらっしゃると思うんですが、最後の方に随分懐かしい曲、が出てまいりまして、懐かしい曲イコール、譜面がないとかいろいろありまして、まあ、これも よく話してるんですけど、まあ、こういう時一番正しいのは CD からのコピーっていうことですから、不思議なもんで昔のその時の演奏してる気持ちっていうのは、気持ちは残ってるんですけど体重とかは全然残ってないとか、そういうなんかこうやっぱり15年ぐらい前の曲っていうのはですね、すごい懐かしい。ファービーダービーなんて曲がありましたね、ズーンね、キーボード的なことで恐縮なんですが、田植え奏法っていうのを野呂さんに伝授されまして、ソとラとラとシとシとドっていうのが続くメロディどうやって弾くんだみたいな感じで、右手でプラス弾いてやってねって言われた時はですね、バンドやめようかと思いましたけど、まあ、そういう克服しながら来たそういうナンバーとかですね、もう二度とやることはないと思っていたスペースロードの決めですね、はい。不思議とこのリハ、このリハじゃない、このメドレー終わった後、次の曲がみんな遅く聞こえるっていうそういう傾向があるんですが、ということで、まあ我々の20年の間の中の1曲ですから、もし、本気になって全曲メドレーとやると、これのかける約12倍ぐらいになりますので、480分メドレーっていうのがですね、会館とかホールの規約等が改正されたらいつかやってみたいなと、どうもありがとうございました。それでは、これから先はですね、今までは第1部ということで、OK、あ、びっくりした。まあ、今までの司会の不問率がどんどん覆されている今日でございますけど、この間 NHK オールから野呂さんがよく喋るようになりまして、もうすぐ僕も、じゃああれかな、リストラされるのかなって思ってますけど、これから先はですね、いろいろ、コンサート告知の方でもゲストの方を呼んでいろいろやろうということをやってるんです。今日一番最初にご紹介する方は、カシオペア、このカシオペアとしては初めてですし、それから僕がまだ入る前、カシオペアがデビューする前の一番創世期の時に、キーボードを弾いていた、今日本邦初お目見えだと思いますけどね、ちょっとご紹介してみたいと思います。今はビクターのサラリーマンをやっておりますけどですね、じゃあ小池秀彦オンキーボード、こっちかな。どうも、いらっしゃい。小池君です。この小池君、大きいでしょ。で、別名ね、楓恵子っていう名前があるんですよ。逆さから読むと小池でかいっていう。ちょっと下殺させてもらっていいね。大きいよね。そう、昔舘ひろしさんのバックバンドやっていて、僕ピアノなんですけど、舘ひろさんが、お前がもしギターやベースだったら俺はとっくにクビにしてるとか、そこらちゃんとかだろ。キーボードでよかったと。はい、そうです、はい。ね、皆さんカルト的にご存知の方もいると思うんですけどね、ビートたけしさんのね、亀有ブラザーズ、そう、北のファンクラブとか、北のファンクラブっていうね、カルト番組ですよね、ね。で、キーボードを弾いてるビクター小池っていう名前で出てるんですけどもね、知ってる方は知ってると思うんですけどもね、私もあれ見たときびっくりしました。まさか君がああいうところにいるとは。あんなところにね、なりさかったとは。いやいやいや、出世したもんだなと思って。というわけで、ね、小池君がいた頃っていうのは本当にほぼもう20年以上前の。そう、レコードでデビューしてから20年なんでしょ。そうです。そうだよね。だから22年ぐらい経つのかな。そうですね。ですね。で、もちろんね、カシオペアの曲をやってたんですよね。で、まだこういうスタイルになるかならないかぐらいの頃で、それで、まあ、僕が作ったある曲をね、一緒にやったところでお仕事が忙しくなっちゃって、
いろいろスタジオのね仕事とかやってたんでね。まあ今は立派なサラリーマンで、はい、今日も、我が社の宣伝のためにですね、洗剤の T シャツなんか着てきておりました。これ映像を撮るとここだけモザイクになりますから、ね、よろしく。ということでね、非常に懐かしい曲をこれからやろうと思うんですけどもね、これ今ね何か言おうと思ってたんだけど忘れちゃいました。じゃあ僕の分は今日 の入場料の中には含まれておりますので、僕はアマチュアですから、こちらの人たちの分も楽しんでもらおうと。でもね、まだね小池君はその頃忙しくなってカシオペアに参加できなくなったんだけども、カシオペアを辞めるとは言ってないんだよね。クビとも言われてないね、それもね。だからまだメンバーなんだよ。おー、幻のメンバー、たけしさんのバックバンドなんかやってる場合じゃないよね。まあ、というわけでね、はい、懐かしい曲を小池君にも弾いてもらおうと思います。それじゃあ、いいですか、セッターの方は、はいはい、私はまだなんですけどね。はい、はい、OK、試作故障、あ、OK。 というわけで、あ、いきなり譜面が出てきましたね。なんかね、すごく研究熱心でね。はい、よし。ということでね、デビューアルバムに入ってる曲、その後ですね、いろいろ使い回ししましたけども、その懐かしい曲を、このメンバーでお送りしたいと思います。ミッドナイトランデブー。
なんかさっき楽屋で彼と僕も小雪君とはアマチュアバンドですよね、ナムさんねの時によく一緒にやってて、でカシオペアっていうバンドの名前を最初に聞いた時は彼は少女フレンドみたいでダサいって言ったって話なんですよねそれが今日まで生きてるところがなかなか渋いわけでございますが、さあそれでは次の今度はゲストですね、ご紹介いたしましょう。今のサポートでドラムスにジンパ・アキラ君やってもらってますが、その前のカシオペアのメンバーでしたオンドラムスのりこと熊谷のりあき、見てください、すっかり変身しちゃって、リハーサルで髪の毛燃えちゃったらしいんですよね。あ、そんなことないか、かっこいいねえ、すっかりびっくりしちゃいますよね。テレビとかたまにね、大黒摩季さんのメンバーとかで出ててね、のりちゃんはどこにいるんだろうってずっと思ってたんですよ。まさかこういう髪の毛の人がそうだとは思ってませんでしたからね、すごくなっちゃいましたね。中身は変わったんですか？同じです。同じです、よかったねそう、リハーサルから全然変わってないですよね、本当ね、外見もそんな変えることないのに、あ、ごめんまあ、そういうわけで最近はどんな活動を？大黒摩季さんとか、あとはディメンションとか、ね、あとはスタジオとかですね。ディメンションって難しいんでしょ？すごい難しいですね。神保先生もやったみたいですけどね。あ、いないよ、いない、のりちゃん一人になっちゃったね。じゃあせっかくだからこの旧メンバーでね、熊谷くんのデビュー作をじゃあやってみようと。じゃあ曲紹介を自分で言ってください。それではショッキングファンクションをやりますそこで曲紹介したら曲始まらないんだろうと思ったけど、間抜けだよね。ここでするならわかるけどいや僕はあんまり干渉しないようにしないよと思ってたんだけど、ね、曲紹介したらどうするんだろうと思っちゃったよ。私ね、足が小さいんですよ、間抜けだからね。あ、なんでもない、あ、そうそう、動物占いだったらノロ君なんだっけ？コアラ？コアラだ、あ、ノロ君コアラ、夜行性らしいです。なるほど、じゃあ、よろしいですか？
ますする熊谷頼明。すごいですね、やっぱもうステージ上の迫力がもうやっぱり太鼓ってのはすごいなっていう太鼓に束になってかかられたら助からないなっていう、何かがあったら太鼓ですね、それでは次のまたゲストをご紹介まあ、ゲストの後に楽しいトークが続くと思うと非常に心も晴れ晴れになってしまいますが、それではご紹介いたしましょう。成瀬さんの前にベースを弾いておりましたオンベース桜井哲夫。いらっしゃい。すごい格好ですね。どうしちゃったの？あ、最近こうなの？この手袋はどうしちゃったの？なんて書いたんですか？あ、ハーレー・ダビッドソンね。あ、そういう感じなんですか最近桜井さん。いや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 、派手派手になっちゃってね。これは自分でペイントしたんですか？はい、あ、ごめん、マイク向けてなかった。そうそう。どうも、皆さん、こんばんは、桜井です。いいな、もう、はい、OK。はい、桜井君とも10年以上一緒にやってたんだよね。そうですね、16歳の時からですからね。16の時だもんね、なんだってね、お互い老けたよね。そりゃね、もうしょうがないですよ。しょうがないよ。でもなんかそう、すごい昨日のように思い出されるんだけどもね、ずいぶん時間が経ってるなっていう感じですよね。もう辞めて10年ですからね。もう10年経つんだ。はい、早いもんですね、本当にね。あ、なんか懐かしいのになってますけどね。はい、ご苦労様でした。今のが桜井哲夫さんでした。今のがデビュー曲なんでね。ね、そうですね。で、はっと気がつけばこのメンツっていうのは元カシオペラね、10年前。ね、じゃあこの俺もできるよ。俺も覚えてるよ。まあ、ということで、じゃあ、桜井くんの、カシオペに書いてくれた過激な曲をね、やってもらおうと思います。じゃあ曲紹介をお願いします。やっと喋れるようになりましたけど、僕もカシオペアやめて10年経って、12年ぶりにソロアルバムっていうのを作りました。21世紀の扉っていう、言ってよって言ったのにもうこうなんだから。野呂一生君ゲストで参加してくれてるんですよね。ね、また今度遊んでくださいね、カシオペア以外で。ということで行ってみましょうか。それでは、お楽しみください。レッドゾーン。
ベース栄えてるぞ。同じくベース成瀬義弘。イエイ。ということで、もうほっとくとどこまでか全然わからないという、もう今日のコンサートでございますが、それでは、先ほど参加してくれた、キーボードの小池秀彦さんと、それから、ドラムスの熊谷紀也君、そして、今も一生懸命すごかったですね、もうね、ロッカーの格好でやってまいりました、革手袋 ですね、の桜井さん、そして我々4人で、ここで最後のシリーズは合同演奏で合同演奏でですね、懐かしのあのナンバーを皆様にお送りしてみたいと思います。これも昨年の NHK ホールで演奏しましたかね。それでは聴いてください。晴れ。
歌唱ペア、そしてゲスト、キーボード小池秀彦、そしてトラブス熊谷典明、ベース桜井哲夫、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は本当に、2時間を超えるライブ、途中であんなこともあったって急に思い出しましたけど、40分メドレーとかいろいろありまして、今日は本当に、長い一日、皆さん楽しませていただきました。それではですね、またせっかく今日はこうやって素晴らしいゲストの皆さんもいるんで、カシオペアの曲で全員でアンコールにお答えして盛り上がってみたいと思います。よろしいでしょうか。それではこの曲お送りいたします。ファイトマン。We'll be right back.